さて、いよいよ生物物理のお話をしなければならなくなりましたそれにはまず生物物理学とは何かということから始めないといけないわけなのですがこれはちょっと困ったことなのですなぜかといえば生物物理学というものは現在のところ実に幕として定義しにくいしまたその定義も 個人の好みがあって、人によりまちまちだからなのです。そこでまず、生物物理らしいものの誕生の歴史みたいなものを述べて、その後で私なりのまとめ方をしてみたいと思います。私自身は、生物物理学というものは、まず生理学という形で生まれてきたのだと思っています。 今日でもおそらく多くの生理学者は自分たちの研究こそ本当の生物物理学だとお考えになっていると思います。事実、生理学という言葉の英語名はフィジオロジーですがこれは物理学フィジックスと同じギリシャ語の自然という意味の言葉から出ているのです。日本語にしてもそうですね。 生物物理学の真ん中の「物々」というのを取ってしまえば生理学になってしまいますからそれに日本の生理学の雑誌の一つの英語題名を日本語に訳すと「日本生物物理学雑誌」となると思います。 それほど生物物理と関係の深い生理学とは一体何を研究する学問なのでしょうか私はよく知りませんでしたのである百科事典を開いてみますと生物現象の科学的仕組みを研究するのを「生化学」「物理学的仕組みを研究するのを「生理学」というとあります。 この物理的仕組みには実にいろいろあるでしょう。現在でもオーリオファンというのは多いと思いますが、そのマニアの一人が言うことには、僕のレコードプレイヤーは30サイクルから1万5000サイクルまで出せると。そこで私が1万5000サイクルまで出ることがどうしてわかると聞くと。 彼は僕の耳耳は特別な耳でそこまで聞ここえるのさ。これには私もシャップを脱ぎましたがもし本当ならこの人の耳のどこが違うのだろうか鼓膜の硬さが違うのかもしれないと言って研究するのは聴覚の物理的仕組みの研究なのです私たちの目は4線オングストロームと「 7000オングストロームの間の光しか感じません。そこでこれより短い波長の光、すなわち紫外線やこれより長い波長の光、すなわち赤外線を感じないのは目の中に紫外線や赤外線を吸収する組織がないのだろうと考えて研究するのは視覚の物理的仕組みの研究です。これらの 聴覚や視覚は音や光の信号が耳や目に入りそれが大脳に伝達されることにより起こるものですがこの伝達は電気の流れによるのだろうと考えて研究するのは神経伝達の物理的仕組みの研究ですこのようにいろいろあるのですが 私は私なりに生理学は次の2つの面を持った学問だろうと思っています。一つは生物現象を物理的な面から研究するもの。今一つは生体をあまり壊すことなく、えー、バラバラに壊すのは生科学者の特技ですからその中で起こっている変化を物理的方法で研究するもの。 生理学者の中にはこれでは大いに不満のある方もいらっしゃるかもしれませんがまあこれで勘弁してくださいさてこのように生物物理学が生理学から出発してきたと考えるとするとその歴史はかなり古いと思われます皆さんは電気と聞くと、聞く ああこれは物理か工学科の問題だなとお考えになると思います。それでは皆さんは電流を最初に発見したのは誰だかご存知でしょうかトマス・エジソンとんでもない。エジソンは伝統を発明した人で電流を発見した人ではありません。電流はイタリアの ガルバーニという人の研究から発見されたのです。今日、電気が流れているかいないかを試す装置、県流計のことを、ガルバノメーターと呼んでいるのは、彼の名を取ったのです。このガルバーニは、解剖学者兼生理学者でした。彼は18世紀の終わり頃、 カエルの神経と足の筋肉とを導線でつなぐことによりカエルの足が経いを起こすことを発見しこれが電流や電池の発見のもととなったわけですで。これは生理学者が物理学に貢献した一例ですで。もう一人生理学者でありながら大物理学者になった人がいます。これはヘルムホルツという人で。 私が前にににお話しした視覚の問題について、非常に生物物理的な研究を行っていますもっともヘルムホルツの名を普及にしたのは熱のエネルギーの中には仕事に使えないエネルギーがあることを明らかにしたことによるのではありますがしかしながら生理学が生まれたのはガルバーニの仕事より100年も前のことで この時代に物理的方法と物理的現象と生物的現象の3つが融合して近代生理学が確立したもののようですしかし最近では生物の持つ電気を利用して細胞や生体内の変化を研究するという面が生理学では非常に強くなっており生理学は生物物理の一分野として 狭くなっってしまったような感じもするのです生理学の本来の生き方は一種の正規論ではなかったかと私は思います前にも述べたように生理学の本来の意味が自然ということであったのですから生態をなるべく自然のままの形で研究しそこに働く生物学的な力を明らかにしようという学問は 確かに正規論に論近いもののだと思うのですしかしながらその後の生理学の生き方は一種の機械論にに近づいていてったように思いますまた正規論の一派が分析を進めていった結果次第に性化学の方へと進んでいってしまいそこで残ったのが前にもお話ししたように全体論という考え方になってくるのです。 生命現象を個体そのものについて追求していくとき従来の物理学科学等では説明のつかない法則性や力が存在すると考えるようになったに違いありませんこれはまさに正規論の立場であり従って全体論者のことを新正規論者と呼ぶ人がありますでこの新正規論において 非常に重要な役割を果たしたしのが、ニールス・ボーアでであったわけです。ボーアという人は典型的な物理学者で量子論が出始めた頃これをうまく用いて原子の周りの電子の存在状態を明らかにしたという仕事でノーベル賞をもらった人ですですからボーアは原子物理学者です。原子物理学者であるから、 機械論者であるかというとそうではないんですね。ボーアは1932年に国際光線療法学会で「光と生物」という題で講演をしました。その中で彼は次のように述べています。生体の中においても、それを構成する原子または分子の特性が重要であることはもちろんですが、たとえそれが分かったとしても。 それだけでは生命現象を包括的に説明することはできません。したがって物理学の立場から生命現象を理解するには現時点ではまだ何か欠けているものがあるのではないでしょうか。ここで大切なのは物理学の研究と生物学の研究には根本的に異なっているところがあることです。 物理学にはある研究を行うとき、用いなければならない条件については基本的に何も制限はありません低温で実験したければ低温で行えるし高圧化で実験したければ高圧にすることはできますしかし生物学研究を行う場合その条件にははっきりとした限界があるのです それは研究する対象を生きた状態にしておかなければ本当の生命現象とは言えないからですすなわち研究対象を生かしておかなければならないという限界があるのですでこれは大変過酷な条件とも言えます例えば生体内にあるある種の分子の働きを明らかにするためには その分子の性質や構造を明らかにしなければなりませんところが分子の性質や構造を明らかにしようと思いますとどうしてもその生物を殺してその分子を取り出さなければならないからですこの意味では電子の位置と速度等を同時に正確に測定できないというあの 不確定性原理によく似たところがありますすなわち生物を生きられる最低限度の条件にしてもなお生命の本質は正確にはつかめないからでありますしかしながらこれは決して悲観すべき状況ではありません科学の歴史の中には今までは一般的に当てはまると思われた考え方にもある限度がある ことが発見されたときに、より広い視界が開け、互いに矛盾すると思われる現象を同一的に解釈する学問が生まれた例が多いからであります。これは、某話の講演の内容を少しわかりやすい形に私が書き換えたものでありますが、この中にこそ新しい学問の誕生の可能性が歌い上げられているではありませんか。 従来の物理的な研究法や考え方をそのまま生物に適用するには限度があり本質的には矛盾することかもしれない物理学と生物学とは一種の不確定性原理で結ばれるのかもしれないしかしこれを乗り越えたところにこそ新しい学問が起こるのではないであろうかボーアはこう言っているのでしょうそして これこそ真の生物物理学の在り方ではないでしょうかこのボーアの提案は見る人によっては正規論とも取れます生命現象の本質は在来の物理学ではれれぬ何かがあるだろうこれは一種の正規論ですねしかしボーアは何も正規論を担いでいるつもりはないのです彼は前にも申しましたように 量子論の産みの親でもあるのです。そして、量子論の中に盛られた考え方、私が前に説明しました第三の物理的な考え方、すなわち不確定性の考え方ですね。これを発展的に生物に応用したに過ぎないわけです。ですから、もうあの考え方は機械論ともみなすことができるでしょう。ただし、それは不確定性を持った機械論と言えます。 機機械械論論、といえば、普通ニュートン的な機械論何事も法則で予測された通りに動く機械を考えがちですがこのような不確定性を持った機械論は全く新しい型のものであり新機械論と呼べるかもしれませんそして多分皆さんもお気づきのことと思いますがここでは正規論と機械論とが統一されているとも言えます。 機械論と正規論とは、相矛盾すす。る二つの考え方ですしかしこれを発展的に統一することができればそれは本当に素晴らしい学問であるに違いありません。ボーアの狙いはまさにこのように高慢な学問でであったわけです。そしてこれこそ真の生物物理学の誕生とも言えることだと思うのです。